弟子屈町公式ニュース。春が近づく3月中旬、さらなる牛乳消費拡大の動きが始まっています。町内のですね、子どもの、皆さん、0歳児から弟子屈高校の在校生までの方を対象としてですね、乳製品の詰め合わせのセットをお配りをしています。今日からですね、3月の26日の土曜日までで、日曜日と祝日を除いた日に行っております。おはようございます。ありがたいです。チーズもいっぱい食べれるから嬉しいです。乳製品の消費拡大に役立ててほしいという町内の事業者からの寄付を受け、今回の取り組みが行われました。それに合わせて現在 JA 摩周湖でも牛乳の無料配布が1日500本限定で行われています。学校の春休み期間中の間にですね、年末にもありましたけれども、生乳の廃棄の問題が懸念をされているということで、町としてもですね、消費拡大を後押ししたいということと、あとは、町の皆さんのですね、子育ての支援ということも兼ねて、このような事業を今回行っております。今後もですね、酪農家の、皆さんのためにもですね、守るためにも続きですね、ご家庭で、乳製品の、消費をご協力お願いできればと思っております。よろしくお願いします。